海知事国際交流協会会長の林正文でございます。広く国際交流の理解と関心を高め、市民中心の幅広い分野での国際交流を推進することを目的として、1995年設立ですから19年目になります。今年について申しますと、特にマスタートン、ニュージーランドのマスタートンとの提携15周年ということもございまして、市と共催しまして4月の桜祭り、あるいは、マスタートンの市長のご招待等の事業をやっておりますし、また6月には皆さんよくご存知のようにトライアスロン大会の海外から来られる選手の方々を、協会でおもてなしして、お手伝いをさせていただいております。ニュージーランドには各年ではございますけれども、廿日市市の小中学生を向こうの方に、お連れしていろいろな研修していただきます。またニュージーランドの方から、来られる時にはお世話をさせていただいております。それぞれのボランティアの方々が日本語講座とか文化交流の講義とかやっておられて、全てこれらはボランティアの方々と市との協力を得ながらやっているような事業でございます。また今回の平和ツアーにつきましては、これも11回目になりますけども、日本にいらっしゃる各国の留学生の方々を廿日市にお招きして平和学習等を含めていろんな経験を積んでいただくような事業をしております。幅広く、活動している団体でございます。協会は会員制になっておりまして、活動は全てボランティアの方々が中心になって実施いたしております。現在会員数が185名、団体会員25団体でございまして、今回の平和学習につきましてもボランティアのスタッフが何度も会議を重ね企画し実行させていただいております。廿日市市国際交流協会理事、それからボランティア代表をしています川本典子です。この度廿日市の平和ツアーの実行委員長もしております。平和ツアーの目的は当初はホームステイをするというだけのプランだったんですが、途中から、ホームステイをしたところで留学生が被爆体験を聞いたということで、それが非常に良い勉強になったということから平和ツアーをしようということになりました。被爆体験を聞きながら、そして平和のことについて留学生同士が意見を交換して平和のことについて考えるというホームステイプログラムです。8月3日からホームステイのプログラムが始まりました。まず3日の日は資料館の見学の後ウェルカムパーティーを行いました。4日の日はホストファミリーとのフリータイムです。そして5日の日は、被爆体験を聞いた後平和交流会で皆さんと一緒にディスカッションをして平和のことについて考えます。そして6日の日は式典参加、そして7日の日の最後の日は解散式と文化紹介といって書道の体験をします。廿日市の国際交流協会では、通訳ボランティア、日本語ボランティア、それから解放ボランティア、ホストファミリー、授業ボランティア、文化紹介と6つのボランティアに分かれてそれぞれ得意分野で活躍をしています。今年もたくさんの留学生が世界から来てくれました。いずれその方たちは自分の世界の各地に帰っていくでしょう。私たちもそういう人たちが世界のどこかにいるなと思います。そしてその時にその留学生の方も私たちのことや日本のことを思い出してくれたらいいなと思って、こういう気持ちを持って毎年続けています。毎回そうなんですけど、平和ツアーに参加する学生にはやっぱり広島の心を伝えたいといつも思ってます。被爆者の方の本当に二度とこういう思いを誰にもさせたくないっていう思いが十分今年の平和ツアーでも伝わったと思いますので、国に帰って頑張ってこれを伝えていただきたいなと思います。暑い中頑張る甲斐があります。
なんか伝えられたらいいなというふうに思ってやってます。やっぱり一回きりの方が多いと思うので、いい思い出にしたいし、帰ってからこうみんなに少しでも広めてもらいたいなという気持ちでやっています。 Myself, I could change people like my neighbor surrounding me, so maybe I could change, help change my country, so we will avoid the war. Impressed, and I can see the real damage atomic bomb can have to humanity. So I wish we will never have this kind of situation in the future. Yeah. I hope the power countries will stop using nuclear weapons. とその平和式に参加するのはとても光栄だと思います。いつも聞いたことがあるんですけど、直接来るのはとても良かったです。はい、いろいろな説明がってとてもいろいろ自分で回ったりするのは自分でわからないことが教えられました。今日は今最後の日になってるんですが、書道体験をしてもらっています。皆さん初めに来た時にはすごく緊張していましたが、いろんな国の人と友達になれ、そして平和のことについていろいろ勉強できてよかったと皆さん言ってくださっています。来年ももしできれば続けていきたいと思います。またいろいろな国の人と会って、皆さんと楽しく交流ができたらいいと思います。終了賞1分前となりました。では続いて First step to build a sustainable relationship between people. I can talk with the other peopleI can participate to debates, tell to people the necessity to build peace, to avoid war, because no one is winner in war. 私はオーストラリアのシドニー工科大学で法律を勉強しているので、本当に将来に平和、世界平和に貢献したいと思ってます。これはとてもいい経験になりました。子供たちと遊んでもらって、私も子供もすごくいい経験をしました。たくさん楽しい時間を過ごしました。ありがとうございます。でホストファミリーとして初めての体験でした。とてもいい思い出にもなりましたし、私自身も勉強させていただきました。ありがとうございました。本当に寂しいになると思いますけど、他の留学生と一緒に話す機会とマリさんの平和っていうものはやっぱりまだまだ遠いの未来になりますので、皆さんのそういうイベントをやることによって一歩一歩平和に近づいていきます。その努力を諦めずに頑張る必要は何よりも大事だと思っています。平和は難しいだけど、でもいつかの未来に実現できると僕はそう思っています。我々ボランティアの方々を中心にして、より国際的に理解をいただけるような、市民の方々に理解をいただけるような事業をしていかないといけないと思いますけども、でまた会員の皆様方にも多く入っていただいて輪を広げてですね、廿日市市から、いろんな形の輪を広げていけるようになれば、これほど幸せなことはないんじゃないのかなというふうに思っております。それにつきましても、市民の皆さん、それからボランティアの方々を理解を得ながら頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。